呉朝生新宿は東京都新宿区を本拠地とするサッカークラブで J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。代表の丸山和弘が立教大学4年の時に大学のサッカーサークルから引退して引き続きサッカーを続ける場所としてフットボールクラブ呉朝生として創設したのが始まり。当時はオープン大会への参加が主だったが、伊藤忠商事に就職した丸山が東京に戻って、北2009年からクラブチームとしての活動を本格化し、東京都社会人サッカーリーグに参加。2013年に丸山が起業して運営会社となる株式会社呉朝生を創業。2018年に呉朝生新宿へ改称。2019年からは関東サッカーリーグ2部に昇格している。クラブ名の呉朝生とはポルトガル語で創造を意味しており、サッカーを通じて世の中に感動を創造し続ける存在でありたいというクラブ理念に由来している。クラブ運営会社の株式会社呉朝生は体育会学生のキャリア支援をはじめとした人材育成を主たる事業とし、それらの事業の一部門としてサッカークラブを位置づけており、クラブ所属選手も株式会社呉朝生社員と社員外選手に大別される。セカンドチームに、呉朝生新宿プロクライヤー、アカデミーチームに、呉朝生、新宿ジュニアユース、フットサルチームに、呉朝生、新宿フットサルを持つ。2020年11月24日、新宿区との間で、スポーツ振興、学校と地域との連携、多文化共生、健康寿命延伸、健康づくり、観光、産業振興や地域商店街の活性化と多岐に、渡る項目について、包括連携協定が結ばれた。2020年11月30日にJリーグ100年構想クラブの申請書類を提出。ホームスタジアムを持っていないものの、2021年2月25日に100年構想クラブに認定された。リーグ戦カップ戦リーグ戦。ありがとうございます。